サッカー日本対ポーランドの第3戦が今日午後、1988年オリンピック誘致を目指す名古屋の瑞穂球技場で行われ、スタンドは5000人のファンが詰めかけました。左から右へ攻める赤のユニフォームのポーランドが正確で速いパスを巧みにつないで、早くも前半3分にはオコンスキーのシュートをキーパー福田が弾いたところ、5番のバルチャックが押し込んで先制しました。さらにその1分後にも同じオコンスキーのシュートが跳ね返ったところをキャプテンのブダがゴールして、ポーランドは5分も経たないうちに2対0と優位に立ちます。しかし日本は11分ポーランドの反則でペナルティーキックのチャンスをつかみ、前田が PK を決めて日本は1点差に詰め寄りました。パワーとテクニックで日本を上回るポーランドは44分にもフォワードのバランが右斜めからシュートを鮮やかに決めて、ポーランドが3対1とリードして前半を終了しました。そして後半17分には期待の高校サッカー界のエースストライカー小松が登場してスタンドを沸かせました。終了間際フリーキックのボールを頭でゴール右隅に押し込み、初得点かと思われましたがノーホイッスルで幻のゴール。結局ポーランドが4対1で日本を下し3連勝しました。なお最終戦はあさって国立競技